さあどうも、両方です。皆さん見てください。これが両方です。これも両方です。これも両方です。これもまあギリ両方ですね。ここはちょっと違いますね。これは、ですね。ここは。てか10万人来ましたね。ありがとうございます、本当に。ちょうどいいタイミングなんで、僕のチャンネルの括弧にあるマイクラ、もう消します。いりません、これは。まず、なんでこれをずっとつけてたのかっていうと、あんまり自分で説明したくもないんですけど、マイクラを全然やってたのに、過去マイクラをつけてるっていうボケだったんですよ、これ。ただもうそのボケにもちょっと飽きたので、ちょっともう変えようかなと思って、もう10万人を機にちょっと変更させていただくことになりました。まあ、じゃあ、カッコの中身何になるのかということで、次のカッコの中身今からちょっと決めていこうかなと思います。両方万物、両方死んだ万象、両方リッキー、これは絶対ないですね。リッキーは絶対飽きたらやめるんで、両方いろいろ、両方さまざま、両方何かしら、両方この世、両方ゲーム実況に戻すの多いですけどね。もともとはゲーム実況だったんですよ。一番いいなって思ってるのは、両方ゲーム企画ですね。これが今のところの中で最有力なんですけど、僕の中で。正直これ仮決定なんですよ。あくまで仮決定なんで、ちょっと、まだ一応、最終募集もしてるんで、いい格好の中身があったら、ちょっと、皆さんぜひ教えてください。あと、10万人いったということで、ちょっと、今後について、ちょっと、いろいろお話ししたいなと思いまして、皆さん疑問に思ったこともあるかと思いますので、その疑問に全部お答えしていきます。なので、今から勝手に Q&A をやります。リッキーは何なんですか？リッキーは、今僕がハマってるやつですね。なんか、リッキーをメインにするわけじゃないです、本当に。多分飽きたらやめちゃうんで、それまでの命かなと。まあ、リッキーも寿命なんで、あんまり負担かけちゃうとちょっとリッキーもかわいそうなんで。で、今後の方向性変わりますか？変わりません。自由にやっていこうかなと。面白いことはたちと何でもやるっていう感じのチャンネルにすると思うんで。だから逆に言うとなんか歌ってみたとか、 なんか実況者っぽいことは多分しないですね。なんかアイドル的な売りみたいなのは多分苦手なんで、うわーってなっちゃうんで。続いて今後の目標はということで、10万人いったんで、ちょっと一旦もう数はいいかな。なんかむやみに10万人100万人ってなんか数だけ見てやっていくのもちょっと違うなというか、多分あんまり面白いチャンネルにはならないんで、まあ、どっちかというとチャンネルの空気感をちょっとちゃんと作っていきたいなと思って、一発で両方のコメント欄だっていう分かるちょっとコメント欄をちょっと目指したいなと。最近ハートを押す基準が変わったんですけど、個人的に なんか空気感があって面白いなって思うコメントはちょっとハートを押してます。だからなんか高評価多いコメントにハートを押してるわけではないです。まあ、具体的にどんなコメントかっていうと、なんか僕がたまに出す補足テロップみたいな、ああいうタイプの感情がなさそうなコメント、ぜひハートを押してる人のコメントを参考にして打ってくれると、僕もいいね押しやすいんで、ちょっとそこら辺ご協力いただけたらすごい嬉しいなと思います。まあ、ただ普通の応援のコメントもめちゃめちゃ嬉しいんで、全然返信もするんでそっちも。ということでですね、マイクラ卒業という動画でしたが、まあ、ただマイクラはやっていくんで、普通に面白い企画があれば。だからもうなんかのゲームを固定でやるってことは多分今後ないと思うんで、まあリッキーはちょっと例外なんですけど、あとサブちゃん本格的に動かそうと思ってるんで、動画投稿ない日とか、今2日に1本動画上げてるんですけど、まあ、ショートを除いて、その動画投稿ない日にちょっとサブちゃんで軽めの動画上げようかなってちょっと思っております。あとツイッターもやってるんで、ちょっとツイッター伸ばしたくて、今フォローしてくれるとすごく非常に嬉しいです。喋りが下手すぎて編集で頑張らないと今聞けない動画になっちゃったけど、大丈夫ですか皆さん。カス動画かもしれない。